こです。今日はじゃーん、こちらダイソーとセリアでお買い物をしてきたので、こちら購入品紹介したいと思います。今回もね、いいじゃんと思う商品がいろいろと買えました。いつも通りお家で使う便利グッズが多めです。じゃあまずはダイソーで購入したものから紹介します。じゃん、こちらは新商品だったと思うんですが、バンブーお掃除ブラシ2種類買ってみました。こちらはとっても可愛い木の取っ手がついているブラシなんですよ。こんな感じの丸い感じのブラシで、ぶら下げられる紐がついてます。丸いブラシと、こっちはね隙間ブラシということで、サシとか、まあ、あのちょっとした隙間をお掃除するためのブラシですね。他にもね、いろんな形のブラシがあったんですけれども、私はこの2つを選んでみました。とっても可愛いと思って、この、ね、持つ部分が木で、まあ、水がつくような部分はプラスチックなので、まあ、カビにくいっていう感じですね。お掃除しやすくて、とにかく見た目が可愛くて買ってみました。はい、まあ、お掃除もね、ちょっと自分のテンションが上がるようなものを使うとさらに楽しくなっていいかなということで、ちょっとこれ使ってみます。とっても可愛い。こちら近くで見るとこんな感じのブラシです。強めな感じのブラシで、ガシガシ洗いたい時に良さそうですね。プラスチックの部分はなんかオフホワイトみたいな色で、ここがちょっとこうヘラみたいになってますね。こびりついた汚れをガリガリガリってやりたい時に剥がせるっていうヘラがついてますね。今気がついたわ。めっちゃいいじゃん。反対にしてガリガリガリっていうやる感じですね。取っ手はこんな感じで、太さがあって握りやすい感じ。紐もなんかこの素材も可愛いですね。ナチュラルな感じで、あら素敵。でこっちのブラシ、2つのブラシちょっと微妙にブラシのこの毛の量が違くって、こっちの方が1列か少ないんですけど、こっちは2列、こっちの方が多いっていう感じ。これも結構強めのブラシなので、ガシガシね洗いたい時にいいですね。サッシとかね、まあ本当玄関とかで使うかな。こんな感じの持ち手は一緒ですね。ネットで見たのは、ここがオフホワイトじゃなくて、なんかグレーブルーみたいな、ちょっとくすんだブルーみたいなバージョンも確かあったと思います。そっちもねすごい可愛かったです。ただなんかナチュラルですね。こっちもいいじゃないですか。今回こちらのブラシは外をお掃除する用のブラシにすることにしました。ちょっとね、砂ぼこりが固まって黒くなっちゃって、ちょっと見た目汚くて申し訳ないんですが、タイル用の洗剤を使ってこすり洗いするとちゃんと落ちますね。ちなみに今使っているのは丸い方のブラシなんですけれども、結構しっかりね力を入れてゴシゴシしやすくて、持ち手もね長さもちょうどよくて、お掃除しやすいブラシだなと思いました。で丸い方じゃなくて細い方ですね。ツーウェイタイプの細い方はこういうタイルのね間とかをお掃除するのにすごいぴったりだなぁと思いました。しっかりフィットするし、隙間掃除用のブラシも力も入れやすいし持ちやすいしということで、これすごい使いやすいなぁと思いました。お外のね門の網の部分とかも丸い方でゴシゴシした後に、隙間ブラシの方でね端っこの方の細かい部分をお掃除したり、2種類買ってよかったなと思いました。ブラシの部分がしっかりしなって、こういう細かいね部分にもフィットしてくれるので、これは買って大正解。使った後はね、突っ張り棒とフックに、こんな感じでかけて、ブラシを干してみたんですが、やっぱりね見た目が可愛いから、干しっぱなしでもねたまになるというか、見た目が可愛いのが最高ですね。次はじゃんこちら、ドアダブルフック2つ入りっていうことで、これ前からあった商品かな。ちょっと私この2つ入りっていうのを初めて見て、お得じゃんと思って買ってみました。この画像にあるように、あのドアにねちょっとフックを作りたいっていう時に使うようなものですね。これ1つ100円が多いかなと思うんですが、2つ入りで100円です。まあ、ちょっとしたねあのコートだったりバッグとかって、やっぱりあの床にね置かずにかけたいじゃないですか。壁に穴を開けたりするのはなーっていう時に、ドアにフックが作れるっていうね便利ですよね。色合いもね木っぽい色、ベージュっぽい色をしているので、まあシンプルな感じでいいんじゃないでしょうか。ドアに傷がつきに
くいようにクッションもついているタイプですね。いいじゃん、ちょっと使ってみます。フックはこんな感じの、2つ入ってます。こんな感じのフックが2つついているものですね。でドアの方にこれをカチャッとはめるということなんですが、ドアの分厚さって違うので、薄めのドアにこれをつけるとちょっとねぐらついちゃったりとかして安定感なくなっちゃうかなと思うんですが、その時のためのこのねドアの分厚さに合わせるためのクッションも付属でついています。これいいですね。ドアを傷つけないためっていうよりは分厚さを調整するためのスポンジがついてるみたいです。いいですね。なのでここら辺にこう薄めのドアならこんな感じでここに分厚めのクッションを入れて調整するっていう感じですね。いいじゃん。このドアの上につけたいと思います。付属のクッションはシール状になってるので台紙を剥がしてもうねピッて貼るだけです。よし、これでクッションを1,2,3と3箇所つけたので、これでフィットするしドアに傷もつきにくいんじゃないかなっていう感じですね。うん、あ、いい感じいい感じ、はい、こんな感じで、うん、いい感じでついてます。閉まるかな。あ、閉まらない。ちょっと突っかかるな。このドアの設計的にちょっと突っかかりますね。閉まらなくはない。ドアにコートかけたりこういうバッグとかねかけたりするのにちょうどいいって感じ。こんな感じでフックが2つついてるのでね、結構何個かのバッグをかけられそうですね。あら、いいじゃない？開けやすいかな。よいしょ。あ、いいいい。いいじゃん、いいじゃん。閉めるとき。あ、閉まる閉まる。ちょっと重めのものをかけておかないと、ここのね、フックが浮いちゃって、この上のね、柱に当たっちゃうっていうことがあるかもしれないんですが、かけておけば大丈夫っていう感じ。あ、いいですね。色的にも、このね、木の色に合って、すごい自然な感じ。あ、いいじゃん。あとはじゃん、はい、こちらも、まあ、フックなんですけれども、こちらは、ピンチタイプのフックピンチです。2個入り。これもすごいいいなと思って、帽子とか、まあ、なんだろう、手袋とかって、まあ、やっぱり挟んでかけておくとやっぱりごちゃっとならずにいいかなと思うんですが、なかなかねこれ2つで100円って結構お得だなと思って買ってました。前からある商品なのかな、これちょっと新発売かわからないんですが、こんな感じのものです。結構強めのフックで、割とちょっと重みのあるものでもいけそうな感じのピンチ具合、約1キロのものまでかけられるんですって。1キロって結構すごいですね。色合いもちょっとなんか見えますかね、ちょっとキラキラした素材のこのゴムの部分がついていて素敵ですね。ちょっと使ってみます。金属で結構しっかりしてるので、プラスチックのフックよりも頑丈そうでいいですね。ここの部分がキラキラしてるんですよね。これも何気なく可愛いですね。傷がつかないようについているゴム素材のようなものなんですけれども、可愛いですね。ちょっとした水色が混ざったようなグレーで可愛い。強さも結構強くてがっしりつかめそうな感じです。例えばこれ子供の帽子とかをちょっと吊り下げておきたいですよっていう時にクリップでこんな感じで挟んでかけておいてもいいしね。グレーの部分が滑り止め仕様になってるんですって。だから滑り止め機能があるから、こう挟んでね滑りにくくて落ちにくいっていうのがいいですね。ここも滑り止めだからずれにくいっていうのもありますね。このフックの部分も滑り止めになってるから、こういうねちょっとこう枠のちょっとしたところにかけたい時にも滑り止め効果があるから落ちにくいっていうのもありますね。例えばこういうフックにね、よいしょ、はい、こんな感じでかけておくこともできますね。こういうお尻拭きとかウェットティッシュとかをさっと取れるところに置いておきたいよっていう時に、このピンチフックを使ってこう挟めば、こんな感じでもう全然落ちない、びくともしない、結構大きいお尻拭きなんですけど、
全然滑って落ちたりしないの でこれをちょっとしたところにかけておけばもうさっと使えますね。こういうところにかけておいてもいいですね、うん、あとはじゃん、こちらずっと欲しかったのやっと買いました。これは220円商品なんですが、透明収納ケース蓋付きです。まあ、何ヶ月か前に発売されて人気商品でね、ほんと在庫切れっていう感じだったんですが、今回行ったらね売っていたので買いました。これはまあこんな感じでガラスのようなでもプラスチックっていうね、アクリルみたいな素材でできているもので、コスメリップとかそういうものを立てて収納するための収納ボックスですね。蓋がついているのでホコリをかぶるのを防げるっていうね、いいじゃんと思って買いました。少し前にアップしたポール&ジョーのクリスマスコフレの福袋みたいなものを前にゾゾタウンの購入品動画で紹介したんですが、それがねとっても可愛いパッケージで、全部がね飾っておきたいようなあの見た目をしているので、そういうね飾って見ていたいみたいなコスメを並べたいなと思っていて、ちょうどいいなと思ってちょっと使ってみようと思います。蓋付きボックスこんな感じです。とっても綺麗ですね。アクリルの綺麗な感じで可愛いコスメを入れたらとても良さそうですね。結構高さがある感じですね。このボックス使っていきたいと思うんですが、そうそう、このねポール&ジョーのアドベントカレンダー可愛いですよね。中身入ってたのがこんな感じの可愛いコスメたちなんですが、みんなねあのお試しサイズで小さいサイズなんで、全部がリップではないんですけれども、ちょうどこのねマスに入るんじゃないかなと思ったんですよね。まあ、こういうのは入らないでしょうけれども、ちょっと入る分だけ並べてみよう。ということで、はい、こんな感じで幅がある、こういう化粧水とかはちょっと入れにくかったので、とりあえず入るものだけ入れてみました。めっちゃかわいい。いいじゃん、めっちゃかわいい。からこれはリップ用ですけれども、ね、ここの中の仕切りが取り外せて調整ができたらまたもっと良かったかもしれないけれども、まあいいんじゃないでしょうか。綺麗だし、こう定位置が作れるからね、ぐちゃっとならずにさっとね見つけられていいですね。高さが結構あるから長めのねリップでも全然いけそうな感じですね。あら、いいじゃない、これ買ってよかった。こんな感じで蓋を閉めないで開いた状態にすれば、こんな感じでねこっちにちょっと大きめのものを入れられたりもしますね。よいしょ、はい、こんな感じで、まあ確かにこんな感じで開いた状態で使ってもいいですね。ポンと取りやすそうで、うんうん、ホコリが気にならなければこんな感じで開いたまま、こっちはちょっと大きいもの入れるみたいな収納の仕方でも全然いいですね。あら、いいじゃない。同じくこれは透明収納シリーズで、こちらもリップ用なんですが、少し小さいタイプを買いました。これはあの100円なんですけれども、こんな感じの形をしています。ちょっとおしゃれな感じの形ですね。こんな感じで縦に置いても使えるし、こんな感じで横にしてもいいし、こうね普通に上から入れるような形にしても使えるしっていう感じのものですかね。これもあの飾る収納としてもいいし、普通にねあのちょっと大きめのコスメポーチなら、コスメポーチの中にこれを入れて使ったりもできるんじゃないかなと思って、これも便利そうと思って買ってみました。このスタンド、グリルスタンドはこんな感じです。透明な感じがとっても綺麗ですね。手垢とかもしかしたらつきやすいのかもしれないけれども、まあ、 あの気になったら拭けばいいのかな。ここにリップを入れて、ここはなんだあのアイライナーとかの細めのスティックとかを入れたらいいですかね。使ってみたいなと思うんですけれども、こんな感じで、あ、いいですね。リップがすごい可愛く見えますね。いいじゃん。はい、こんな感じで入れてみました。かわいい、いいじゃん。なんか高級感が出ますね。口紅が喜んでいる感じ。こんな感じでこのままね、リップを立てた状態で入れてもいいし、側面がこんな感じでまっすぐなので、よいしょ、こんな感じで
ツリーみたいな感じで置いても素敵だし、まあね、こういう置き方でも素敵だしということで、あら、いいじゃない。同じメーカーのリップをいっぱいずらーって持っている方とかいいですね。これきらびやかな可愛い揃ったリップをこう並べても絶対可愛いですね。いいじゃん。いや、これ買ってよかった。ちょっとこんな感じでここに置いておくか。ということで、ダイソーで購入したものは以上で、次はセリアで購入したものを紹介します。まずこちら、じゃん。何ヶ月か前に発売されて、もう大人気商品っていう感じで、すごいたくさんバーって陳列されていたんですけれども、持ってなかったので買ってみました。こちらは収納ケースなんですけれども、大きいタイプと小さいタイプと売っていまして、何がいいかっていうと、よいしょ。ちょっとびっくりした。はい、こんな感じで、もう長さ、奥行きを自由自在に調整できるっていうボックスですね。これはまあ、これ単体で使うっていうよりは、引き出しの中で使うような収納ケースっていう感じですね。で、引き出しのこういう幅とか奥行きとかって、もうその引き出しによって全然違うかなと思うんですが、これならね、調整できるので、その引き出しの奥行きだったり、幅にぴったり合わせて、引き出しの中の仕切りケースとして、ね、使いやすいっていうものですね。細かく調整ができるので本当にぴったりになるっていう感じですね。21センチから33センチまで対応してるんですって。スリムの方はお洋服だったらちょっと細かめの靴下だったり下着だったりをこう並べるケースとしてもいいですし、こっちのねワイドタイプなら子供のトップスだったりを入れるものとしてすごい幅使いやすそう。おっと、入れた。広げるとこんな感じで、結構広げると大きくなりますね。ということで、これがすごい大人気商品だということで、メイドインジャパンなんだ。へえ、しっかりしてるじゃないでしょうか。ちょっと使ってみます。収納ボックスはこんな感じです。どっちも使いやすそうですね。ほんと小さい、細いものならこのスリムタイプで仕切るといいし、子供のズボンだったりとかね、トレーナーとか入れるならこの幅がすごいちょうど良さそうな感じはしますね。大人用の服だとこっちに並べる感じですかね。これ一つ買うっていうよりは結構何個も買って引き出しに並べて使うようなものですかね。ここに丸いこっちがあるので、ここにこうデコボコがあるので 5mm 間隔ぐらいで縮めて使えるっていう感じですね。ちゃんとこうデコボコしてるので、一回止めたらね、強い力じゃないとこうね動かないみたいな感じの仕組みですね。カッターを引き出す時みたいな感じのギザギザがついてます。例えばここは下の子用のいろんなねお洋服が入っているものなんですが、100円ぐらいで買った容器を使って靴下をこう入れてはいるんですけど、幅が合ってないからちょっとここにねデッドスペースとかできちゃうんですよね。今回買ったこれを使うことでぴったりの幅にできると、よいしょ、こんな感じですごいぴったりにこう幅が合わせられるので、これならね無駄なスペースが少なく靴下類をこう入れることができますね。あら、いいじゃない。あとこっちにもこのワイドタイプ、ここ幅がよいしょ、もうぴったり、こんな感じでぴったりに幅が合わせられるので、ここにねこれトップスだったりを立てて収納しやすいっていう感じですかね。あら、いいじゃない。いや、とってもいいじゃん。わ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、すごいいいわ。これめっちゃいいわ。今回2つ買ったんですけど、もうちょっと何個か買ってね奥の方も整理したいですね。すごいいい。やっぱりこういうケースに入れた方がこうね整いますよね、引き出しの中が。この幅がぴったりにできるケースってめっちゃいいじゃん。あとはじゃん、こちらは便利そうと思ってちょっと思わず買ってしまったものなんですが、ネオジム磁石マグネットクリップということで、車とかでも使えるし、まあ家の中でも使えるっていうもので、本来は車の中で使うものなんですかね。まあでも家の中でも便利そうと思って買ってみました。窓際にねちょっと布をね吊るしたい時だったりとか、こういうね帽子とか手袋とかをちょっと吊るしておきたいっていう時に使うようなこんな感じのフックなんですけれども、ここの部分がね磁石になっているので、金属製の、レールの部分にこれを貼ってフックにできるっていうものですね。
こうダラーンってこうただフックになっているんじゃなくて、ここがなんかねカメラのあの三脚みたいな感じで調整できるんですよね、なんか方向が。なんかすごい使いやすそう。ちょっと実際にちょっと使ってる様子お送りします。セリアで買ったフック、これは一つ100円なんですけれども、こんな感じで、まあそんなにすごい開くわけではないので、もうほんとちょっとした帽子とかちょっとしたね布とかそういうものを挟めるぐらいの、まあ小さいクリップではあるんですけれども、いいですね。車に乗っていてちょっと日差しが強いから窓にねカーテンしたいわみたいな時に、この2つを使ってね窓際にこうハンカチとかをこうかけて日差しをね避けるみたいなこともできますし、根元の部分がこんな感じで、あの丸い部品がついていて、こうダラーンってしてるわけじゃないので、こんな感じでフックをね自由自在に曲げた状態で固定できるっていう感じですね。これは何気にいいんじゃないでしょうか。ちょっと窓にあんまりくっつけたくないよみたいなハンカチとかを吊り下げたいときは、こっち窓だとして窓にこれをつけて離した状態で布とかをかけられるみたいなことですかね。へー、良さそう。主人が運転している車の中でこちらは撮っているんですが、窓際にね磁石が付けられるようになってますね。こんな感じで、2つの磁石のピンチを付けられました、まあ、ただねそんなに強い力では磁石くっついてくれないので、このねちっちゃい回路も吊り下げられないぐらい軽い、こんなハンカチぐらいしか吊り下げられないかもっていう感じでした、まあ、カーテン代わりにいいですね。こちら磁石がねつくところならもうこれつけられるので、例えば今ここキッチンなんですけど、キッチンの壁とかが磁石がつくタイプの壁の方はすぐ使いたい鰹節とか、例えばこれケーキスプレー残ってるやつもうすぐ使いたいみたいなやつをこうクリップでこう挟んで、ここの部分をグリグリグリってこうこんな感じで直角にすれば、あ、いいじゃん。こんな感じで壁につけておけます。あら、いいじゃない。このガス台の横にこうすぐつけておけますね。あら、いいじゃない。次はじゃん、これはフリーザーバッグ M サイズ10枚入りっていうものなんですが、こんな感じのねかわいいクマちゃんの柄のフリーザーバッグです。これはもうね見た目がとってもかわいいと思って買っちゃいました、子供のお菓子とかをまとめたりとか、子供のおもちゃをちょっと出かける時に何個か持っていくみたいな時に小さいものをねまとめるのに使いたいなと思って買ってみました。とにかくこのクマちゃんがかわいい。こんな可愛いクマちゃんのバッグが10枚入りで100円はなかなかお買い得なんじゃないでしょうか。これは食品の冷凍にも使えるし冷蔵にも使えるっていうものですね。いいじゃん。こんな感じの可愛いクマちゃんです。可愛い。この色合い、このベージュ黄土色の色合いとクマちゃんがあってとっても可愛いですね。あら、いいじゃない。まあまあちょうどいいサイズな感じがする。まあ、こういうね子供のおやつを持ち歩くよっていう時に、あら、かわいい。こんな感じでね小さいおやつをまとめたりとか、お友達とお菓子交換するよみたいな時にこういうねかわいい袋に入れてお友達に渡したりしてもいいしね、まあ、もちろんこんな感じでマスクを入れたりしてもいいし、下のこのちょっと小さめのお洋服のお着替えだったり、まあ、下着だったりを持ち運びますよっていう時にも、まあいいですね。うんうん。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいじゃん。ちょうど小さい子のお洋服ならね、上下入れられるし、このジッパーバッグもね、こう使いやすい感じで封できるし、あら、いいじゃない。冷蔵庫と冷凍庫にも使えるので、まあこんな感じでね、食パンをこう冷凍する時とかにも、でも使いやすいですね。まあしっかりしてるので洗って繰り返し使っても良さそうですね。袋のままガンって冷凍するよりこっちの方が可愛い。あら、いいじゃない。ということで今回はダイソーで購入したものとセリアで購入したものを紹介してみました。何かの参考になれば嬉しいです。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。